2日目です。また今日もこの坂を登ってます。頑張っていきましょう。午前中の走行が終わりまして、これからギャルオンステージ始まるみたいですが、僕は一旦車に戻りたいと思ってます。午後ね、またここ90分も空き時間があるんで、午後の走行までに。なので午後もう一度この坂を登ることになるんですが、僕が止めてるのは向こうですよ。この電信柱の向こう側、結構な山ですよね。ここ、これね、傾斜が横に撮るとわかるかな、こういう、わかんないな、こういうところを歩いてます。もし午後この坂を上がる元気がなかったら、今回のこのフォーミュラドリフトジャパンの撮影はこれでおしまいになります。まあ午後上がるつもりですけどね。そのためにですね、一旦休憩をしようっていう、そういうことですよ。はい、午後になって、いや、これはやっぱりここまで来たら通るしかないっていうことで、もうベスト16走ってますけどね、今会場に向かってこの坂を上がっております。
はい、一応今決勝走って、ワンモアタイムということで、ただ両者の車がワンモアタイムできるかどうかがわからんかもしれんっていう解説の方のコメントを聞いて、僕はもう自分も限界だと思ってもう引き上げてしまいました。一応結果はこの後に入れとこうと思いますけど、いやーでも暑い2日間、いやーもう久しぶりのサーキットだしね、もう自分がギリギリで、写真はしばらくチェックするのにも時間かかりそうだけど、まあでも久しぶりに車中泊もしたし、まあ楽しかったっすね。次は D1 かな。まあ何でどこに行くか分かんないけど、またサーキット来ようと思います。それでは、いや暑い、もうなんかワンモアタイム走るみたい。でももう車到着しちゃった。今チェック走行かな。いやでも人間に厳しい。風がねなくなるんですよね、たまに。それがきつかった。まあそんな感じで片付けます。